カプリル酸は炭素数8の直鎖状脂肪酸で IUPAC 系統名はオクタン酸である。天然にはココナッツや母乳などに含まれる。常温常圧においては弱い不快な腐敗臭を持つ油状の液体である。なお、水にはほとんど溶けない。工業的には香量として用いられるエステルの合成や染料の製造に利用される抗菌活性を持ち、 しばしばカンジダ症の治療に供される。栄養学者、エリカ・ホワイトによれば、カプリル酸は腸に感染したカンジダ菌への対象に有効である。カンジダ菌は腸でコロニー形成することも多いが、調査脂肪酸が存在すると細胞膜組織に侵入しにくくなる。このため栄養学者は、カンジダ症の患者にはまずカプリル酸を勧め、その後、クローブ油や、 オレガの油などの植物油に移行する。それらの植物油には、より簡単に、筋肉、関節、ほらといった体組織に浸透しやすい、短い鎖腸の脂肪酸が含まれている。バクテリア感染症の治療にも用いられる。カプリル酸は、胃で作られる、ペプチドホルモン、グレリンの3番目のアミノ酸残器であるセリンに、結合し、そのヒドロキシモトをアシル化する。 これによりグレリンは活性型となり、肪下部の接触中枢に作用して空腹感をもたらす。他の脂肪酸も同様な効果を持つとされる。カプリル酸を多く含む食品には次のものが代表的である。オクタン酸の蒸圧での融点は約摂氏16.7度であるため、常温においては液体であるものの、寒冷な場所では固体となる。なお、 同じ直射状の飽和炭化水素差を持ったカルボン酸の中では、酢酸がほぼ同じ融点を持つ。ギ酸、プロパン酸、ラク酸、キッソウ酸、ヘキ酸酸、ヘプタン酸は、いずれもオクタン酸や酢酸,酸と比べて、上圧での融点が低い。ありがとうございます。